今回の企画はクリスマスデートコース選手権。デートをするなら欠かせないイベントクリスマス。今回は2人1組の3チームに分かれ、クリスマスをテーマにオラコちゃんが実際に楽しめるデートコースを建築。今回も建築の審査員としてプロマインクラフター立浪先生をお呼びし、建築ポイントとオラコちゃんのキュンキュンポイントの総合得点で優勝チームを決める。デートコース選手権を楽しみにしていた君はチャンネル登録とグッドボタンを押して一緒にキュンキュンしてくれ。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、やってまいりましたクリスマスデートコース選手権でございます。よろしくお願いします。はい、ということで、皆様、今日はですね3チームに分かれて、それぞれクリスマスの、デート、まあ、こんなのがいいんじゃないかなというのを、建築していただきたいと思います。どうした、いつもになくキョロキョロしてめであクリスマスデート、あーなるほどと違うワードがいっぱい出てきた。思い出せ、思い出せよ、思い出せよ、思い出せよ記憶はないぞ多分思い出すんだ。違うんです、こういうのはやっぱりあれですか、経験とかではないので、はい、なるほど、やっぱこういうチキン食っとけばなんとか、チキンだチキンだチキンそうだね、こういうデートをしたいなっていうね、頭の中のものをいかに素敵に建築できるかっていうところもやっぱり大切になってきますので、はい、なるほどね、それぞれ各チーム、うん、素敵なアイディアが建築になることを祈って、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、お願いします、お願いします。よし、じゃあ皆さん、それぞれ、チームに分かれて、今回ね、初のチーム分け、あらら、こんな感じで、はい、いつもと違う感じでございますので、それぞれの、チームでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。不安しかない、不安しかない。大丈夫ですかこれ。いや大丈夫、隣も不安そうだ。いやいや、かなり不安だカッパの人じゃん。いや、カッパの人だよ。確かにね、カッパだな。頑張りましょう、カッパ、頑張りましょう、カズさん、はい。よし、じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いしま す。今回どうします、コンセプトは。これどうするよ、ちょっと待て。今、相手のちょっとパワーバランスを見ながらだな。いや、カズさん、相手は、人は人です、カズさん。僕たちの素敵なアイディアを形にしましょう。いや、ちょっと見とけ。まず、はい、オンリーマグギーチームは、はい、オンリーの低い声とマグギーの建築力が合わさって非常に危険だ。独特な分析ですね、はい。そう。で、真ん中は、はい、大丈夫だ。大丈夫ですか。うちが建築唯一できないチームなんだ、はい、これ。ちょっとこれ危ないですね。はい。いけますかね。アイディアで勝負するしかないですよ、カズさん。そう、アイディアだよな。アイディアがいいと思います。何作ろうかな。なんか、わかんないですけど、あそこに氷が見えるんですよ。はいはいはい。あれみんな使うかな、やっぱすごい綺麗だから。あー、綺麗、綺麗すぎるんじゃないか、これ。これ綺麗すぎます？もっと、庶民のデートにしようよ。庶民のデート。庶民のデートっすか？ OK です、OK です。いや、なんかその、最後、ここからこう、はい、ふわっとこう、空から降ってくるみたいな。わあ、わかんないですけど、こう夜空の中で、最後ここでエンディングみたいなのだと素敵だなと思ったんですけど。あ、いいね。うんなら、はい。一旦、これ、つばつけとこう。あ、OK です、OK です。つばつけときましょう。あ、いいですね。じゃあちょっとストーリー構成としては なんかカズさん今日いいアイディアあったりしますか？なんかストーリーあった方がいいですよね。やっぱドズさん得意なその自宅に呼ぶっていうことで。何ですか、呼んだことないですよ、はい。何ですか、あ、じゃあ家に呼んでそのアットホームな感じっていうイメージですかね。そうそう、ほんでね、最後ここに無理やり連れてくるから、はいはい、わかりました。こっから直角の場所に何か作ってほしいんだ、はい、直角ですか、これ直線の場所に、ここの直線上に、はい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 、わかりました。ちょっと何か作ります。ちょっとカズさんはじゃあスタート地点お願いしていいですか？はいはい、 OK です。よし、お願いいたします。わ、オンリーちゃん、お願いいたします。がっつり2人でやるの初めてですね。初めてですね。ね、よろしくお願いします。もういろいろ
多分コマンドとかなんかその辺できるんでしょ。まあまあまあほどほどにはお願いします。どうします、どうしようかな。一応、はい、あのクリスマスことでうちほらファミリーじゃない、家族いるじゃない、はい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 、だから奥さんとかに聞いたらやっぱり海だろうと、冬の海だろうと、海、うん、なるほど、雪が降るとなおよしみたいな。ああなるほど、いやちょっと寒くて行きたくない女の人は行きたいのか、ちょっと勉強女の人行きたいんじゃない、やっぱこう行きたくなるんじゃない、あったかい格好して勉強になります、寒いねなんとか手をこう握り合ってさ。ああなるほど、ちょっとまあまあとりあえず作りに行くか、作りに行く、場所探そう、場所探そう、海が必要ですよね。そう海がいいかなと思ってんだけど、橋を作って桟橋みたいなのバッと作ってよくねこの恋人たちの聖地みたいなのがあるのよ。あーなるほどなるほど、なんか要するにそこで愛を告白をする場所を作ろう。はい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 、ねえ、はい、どうするこれいやちょっと待ってください。ボンさん頼みますよ、どうしますこれ。いやどうするこれどうする、おいどうするこれ。クリスマス家でゲームする予定だよ。同じく なんだったら今年に関しては有馬記念あるから有馬記念をみんなで見るっていうまずい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 、一番やばいかもしれないこの歯、これまずいぞ。クリスマスデート、クリスマスデートなんてないっすよ。なんだよそれ、なんだよそれ。一旦クリスマスっぽいもん出しています。なんかあるクリスマスっぽいもん。サンタ。ああなるほどね。サンタ、トナカイとかだよね。あとクリスマスツリーとか。ツ、はい、リー。あとイルミネーション。イルミネーション。うん。あとは？有馬記念。ああ有馬記念、有馬記念ね。うん。ダメだもう。クリスマスに対する情報が少なすぎる。やばい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 。うち飛行機作れるようになったんだよ、飛行機実は。だから、はい、分かりました、飛行機でここに着きました。OK、はい、です。そんで、はい、自然に落ちたいから、はい、いい感じに TNT が爆発して下に落ちます。はい、で、そこが水辺です。はい、はあ、助かったね、みたいな。ああ、分かりました、分かりました。だから、この直線上に。ビタッとやっていきたいなっていうのと、OK です、 OK です、はい、茶番としてはなんでそれよりも今はもう時代は飛行機だよっていう感じですよね。そう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 、はい、OK です OK です、お金貯めたんだみたいな、はい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 、いいです。いや一応なんかイメージとしては、うん、待ち合わせ場所にトナカイとソリがあって、うんうんうん、うん、でめっちゃいい、それにとりあえず乗ってもらって2,3 軒、うんうん、サンタさんのお手伝いを一緒にしてもらって最後、うん、例のスポットに行く感じで、あで告白をすると、はい、告白かどうか、はい、であとなんか2軒ぐらいなんかあればいいの、誰でもいいですけど、カズさんが欲しがってるプレゼントを届け、うん、一緒に届けようみたいな場所を作ったり、おおなるほど、いいかな、本当だね、それぞれが欲しいものを作っとけばいいのか、はいはいはい、ここもこれでいいですね。ここもこれでいいです、ね。これここでいいよ。次行こう次行こう。プレゼント配りゲームみたいなの作ります。サンタに扮してもらう。二人とも。あはいはいはい。子供たちにプレゼントを配るのが、まあ、デートとして、うん。デートなるかどうかよ、それは。なりますかね。うん。なるかどうかよ。サンタに扮せる。扮せる。いや、扮してください。おいおいおい。ボンサンタ。ボンサンタ、おい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 、やボンさん、後ろの背中になんて書いてか分かりますか、んで、んでしょ、うん、ボンノンはサンタのうーん、なわけねえだろなわけねえだろあ、でもサンタ、あ、メン、はい、その服、サンタっぽくね、お、サンタだ、サンタ、いや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 、これサンタでしょ、いや、かつ、俺カズさんリスペクトすけど、なんすかいや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 、初めて聞いた、そうだったのそれ、はい、タンクトップ、タンクトップのサンタって見たことありますか、いやいや、ないけどないけど、ほならねっていう、ちょっと待って、じゃあサンタにするか、まあ、サンタの家があって、うん、煙突ある家をそこそこ作って上からなんかアイテム投げ入れてもらうみたいな、はい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 、サンタになってもらうってことね、はい、なりますかね、どうにか、なんとかなるよ、なんとかなるよ、え、目家作る、新しい、
あ、いや、まあ煙突の仕掛けととりあえず道中のそのルートだけ僕作ろうかな。ルートさ、なんか上にさ、はい、まあ、透明のブロックみたいのでソリで行こう。オラコちゃん乗せて、ソリっていうかボートか。坊さん、うん、アスレです。アスレはまずいって。いいえ、任せてください。アスレ、いや、ボンさんが先行してって、うんうん、アスレをボンさんが道に変えるんですよ。あ、はい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 、エスコートです。ボンさんが刺さったアスレをクリアして、うん、オラコちゃんにかっこいいとこ見せつつも、もう、え、ちょっと待って、え、俺、俺、はい、アスレかよ。よーしね、ちょっとサンタの家頼むます、これ、はい、ちょっと任せてください。最後のロマンチックな家は僕が作りますので、はい、うん、それで決まるからね、今回。いやー、結構、じゃあ飛行機と序盤ちょっと母さんお任せしますね。任せてください、はい、もう飛行機からちょっと作っとくで。飛行機お願いします。はい、大事なやつから。いや、もうこのために新型をちょっと新型段取りしといたね、新型を。ありがとうございます。いや、これは喜んでくれるだろうな。それっぽいのできました。あー、すごい、それ上手。うまい、ソリ上手。めちゃめちゃ、これクリスマスツリーだ。で、コピーするんだよね。これコピります。はい、おお、天才か。いい感じに囲む感じにボコボコっと生やしておくわけだ、そこに。はいはい。で、はい、こっち、はい、こっち最後来るところを見えないようにしたいです、うん、見えないようにしていきたいわけね。あの、今煙突立ってるの分かります、家の上に。うん、分かる。あの、この上になんかちょっと随所アスレでつなげていくので、はい、上から投げ入れる方式でいきましょう。はい、難易度は信じてください。怪しい。怪しい。すごく怪しい。いや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 、俺こういう難易度調整得意なんですよ。見たことないですか、俺の絶妙な難易度。いやいや、大体きつくなってなりすぎてんのよ。失敗してるのよく見る。失敗してるのよく見る。なんなら次どうしましょう。一応、じゃあなんかカズさんの物語考えますか。そうだね。カズさんが、カズさん何欲しますかね。カズさんは何だろうな。どれだかとか。どれだかをプレゼントして一緒にどれだかをプレゼントしに行こうみたいな。なんなのしいですね、うん。まあまあいいでしょう。ここにテレポートして、でこのチェストにカズさんへのプレゼント入れといて、で。ほう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 。で歩いていくと、ここにカズさんちあって、で、はは、まあ、オラコちゃんに、あ、一人ですとカズさんにプレゼントをおかせに。ああ、なるほど。そうそうそう。サンタさんの仕事をするということでね。はい。行けますよ。じゃ、家作っとこうか。あ、お願いします。オッケー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 。もう最後の時、明らかに異質な家にしとくわ。中にプレゼント入ります？と、何にする？そもそも。そこなのよ。あー、なるほど。どうする？プレゼント。なんか作りたい。何がいい？何も考えなかった、プレゼントのこと。まあ、デートってことなんで、はい。なんか贈り物とかで、最後にボンさんが、じゃあこの家で待っててみたいなこと言って、上からなんかボンさんがプレゼントを渡すとか、どうなんですか？なるほど、ね、何がいいかな。花とか。なっちゃうよな。なっちゃうよな。どうさ、今どこまで何してる？いや、すごいいいの思いついたんで、はい。いや、うちもいろいろちょっと楽しくなってきちゃったんで、これ。僕もちょっと楽しくなってきちゃって、すごくいいの。ちょっと今、はい。おどうぞさんにもちょっと今秘密に、ね。あ、僕もカズさんにちょっと最後まで秘密でいたいです、これは。ああ、ならもうお互いなかなか。お互いそうですね。明かせんね、いろいろ。ちょっと言えないですね、さすがにカズさんに。もうちょっと困ったな。どう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 、いい感じ。いや、いい感じです。あと家をコピーして、あ、もうできるよ。おのののエピソードをつけるぐらい、ね、エピソードというかストーリーというか、ストーリーね。こっち、あ、おざます。こっち、はい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 、家いいでしょ、それ。いいっす、ね、うんうんうん。でベッドかなんか置いとく？あ、違うか。ベッドはおかしいな。いや、でも、カズさん寝てた方がいいかな。寝てるのを表現するのむずくないですか？
むずいな。ここで動きますよね。ははで、ベッドが置ける？置けた。これは寝てます。これは寝てます。これは。完璧じゃん。じゃあこれちょっとコピーさせてもらって。ね、うんうんうん。どうしたの？結構天才だよこれ。いやテンポいいっすね。じゃあ声を大にして言いたいわ。オンリーちゃんすごいぞって。まざます。よし家完成だ。おおナイスです。僕も家完成いたしまして、ちょっと家しか完成してないんだよな。いやでもまあ十分じゃないですか言うて。トークでなんとかね。トークでなんとかしたいですね。アドリブ力は強いかもわからないね、うちら。そうですね、ちょっとうまくやりたいですね、そこは。チャリーン。それでは皆様、建築1時間お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。今回は、この建築の、審査員、特別審査員として辰浪先生とオラコちゃんに来ていただいております。おまんでございます。お願いします。お願いします。辰浪先生、今日もよろしくお願いします。おまんでございます。よろしくお願いします。そしてオラコちゃん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テンション高い。かなり今日調子いいですね。調子いいですか。かなり気合い入ってる。さすが。今回皆様、クリスマスデートということで、テーマが、クリスマスだったり、まあ、デートだったりするわけなんですけれども、それぞれ3チームに分かれまして、いろんなテーマで作っていったということで、我こそはトップバッターオラコちゃんをエスコートしたいぞという方いらっしゃいましたら。はい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 。じゃあもうドズさんとカズさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあカズさん、僕たちはですね、今回かなりお互いを信頼して、お互いが作ったもの一切見ておりません。すごい。一抹の不安がありますけど大丈夫ですか。いやいやいや、お互いの信頼関係からなせるアドリブ芸をちょっと、はい、頑張りましょうカズさん。僕らはストーリー重視ということですね。ストーリー重視です。はい。すげえハードル。はい、おお。それでは、今回、カズさん、ドズルペアによります、オラコちゃんのクリスマスデートエスコート、準備はよろしいでしょうか。はい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 。それでは、オラコちゃん、カズさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。オラコまだかな。カズさん、カズさん、オラコよーく来てくれたね。ユアカさん待ちました。ここ牛子前公園だよね。牛子前公園、ハチ公じゃなくて牛子。牛子、牛子前公園だよ。牛、ああ、ほら牛が周りにいっぱいいるだろ。本当だ、牛が周りにいますね。ああ、だろ、牛子前公園、ね、あ、サバイバル。オラコは、オラコ今サバイバルです。よーし、カズさん、助けて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 、ハリ治療的なもんだよ。怖い、助けて、お腹減った、お腹減ってる、もうペコペコで、お腹減った、ペコペコできましたよ。よし、ウラさん、見て、はい、この公園の名物なんだけど、はい、牛子のお尻。牛子、カズさん、お下品ですよ、お尻なんて。ちょっと今見たら思った以上にリアルでびっくりしたんだ。牛子のお尻、はい、これ尻尾ポロってやってみな。ポロ、尻尾触ったらいいんですね。そうだよ。はい、じゃあいきます。はい、もう一回、もう一回、はい、ほら、あれ、やべえ、やべえ、間に乗っちゃった。ちょっと待って。よいしょ、ほら、え、これだよ。これは、これは何ですか、カツさん。これはウシントンホテルの有名なケーキだ、これ。ウシントンホテルの有名なケーキ。そう、これ食べてみな。食べれるんですか。食べれるよ、右クリックで。わかりました。
おお、いっぱい食べるね。いやー、もう食べないの？え、もう、あ、え、もうお腹いっぱいです。あやだ、やばすぎる、そんなね。助けて、誰か助けてくれ。大丈夫だよ、誰か大丈夫だ。ほらほら、待って、ほらほら、回復ほら。ちょっと今日の針治療のあれがちょっと鋭すぎたね。いや、びっくりしたよ。いやいや、もうとんがってますよ。とんがってたね。とんがりすぎです。うなら、今日はあのドズさんからいろいろアドバイスもらってな、実は。え、これ全部ドズラさんのアドバイスだったんですか？そう、船出たとこあって、まずは家に連れてけって言われたんだ。はい、だからオラの自宅行こうぜ。いや、もう最初から家に連れてってくださいよ。そうだな。はい、あ、危ないっすよ。ちょっとこっち来てほしいんだけど。はい、これ見たことあるか？これはドズカッパですか？そうなんだ、ドズカッパなんだけど、これ擦りすぎて、はい、もう飽きられてるんじゃないかということで、今回ここで、なんだろう、奉納してるんだ。なるほど、ドズカッパ。もう飽きられたから、ここでもう像にして建てたんですね。そうなんだ、ありがとう、ドズカッパ、ありがとう。よし。はい、うなら家に行こうか。行きましょう。あ、そんでまた聞くけど、お腹減ってるか？お腹は減ってないです。もう満腹です。え、減ってない？あ、減ってないのか。はい、ちょっと待って、空いてた空いてた、まずいまずい、はい、ここがオラの家だ。はい、どうぞ。お邪魔します。どうぞ。はい、わ、これってなんすかこれ。あ、これ夜食べようと思ってな。豚すごいことになってますよ。まだ焼けてないからちょうどよかったよ、お腹減ってないって言ってて。はい、そんでな、見てくれ、これ。これ椅子だ。椅子ですね、椅子。これは女の子がちゃんとくつろげるようにという。はい、なんかここだけの話。はい、立浪ポイントってのが結構大きいみたいだ。なるほど、これポイントや、ポイント高いですね。メタトーク。そう、ほんでこれなんだと思う？これは何ですかね、これ。おらこの好きな足湯だよ、これ。足湯。そう、半分入って、入ってみな。あの、膝まで足湯って浸かるんですか？そうなんだよ、これ、あったかいだろ。半身浴ですよ、これ。はい、こっち来てみな。はい、これもすごい大切なことなんだけど。はいはい。え、何ですかこれ。うんこし放題だ、これ。いや、トイレって言ってください、トイレって。あ、トイレだ。何？え、あれ、なんか今パチンって。え、パチンって。ちょっと待って、なんか見てるのがいる。やばい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 。ちょっと、俺らも、こっち、こっち来てくれ。やばいやばい、変なやつがいる。なんすか。ちょっと待って、助けて、助けて。なぜか知らんけど、タートルの、えい、よし、これであいつの動きは遅いぞ。見てみろ、ほら、ほらこ。ほんとだ。え、まさか。お、あいつも台本になくてびっくりしてるぜ。なんでタートルの持ってるか、なぜかわかんないよ。あいつびっくりしやがるぜ。こっち逃げようぜ。え、なんだこれ。え、あ、これだけ聞きたかったんだ、オラコ。はい。これ、なんだと思う？いや、全くわからないですよ、これ。みんなの顔が。え、これ、何の違いだと思う？え、何の違い、これは、年とかですか？ね、違うよ。え、2022年、肉をもらえたものともらえなかったものだ。待て、もう一人ここに先生ってやつがいてたな。顔を認識することができなかった。あ、これもらえなかった人なんですね。そうね、肉をもらえなかったものだ。そういうことだ。もらえたらいいですね。まあ、こっちだ。はい、早く早く早く来るまでと、さっきの変なやつが来るよ。ほんでな、はい、最近いろいろ乗り物に不安があっただろ。ありました、もう毎回あります。毎回やったか。はい、今までほんとひどくてごめん。いや
え、今回ももしかしてすごいのが。今回はやばいぞ。もうな、はい、ローンした、はっきり言って。マジっすか。ローンした。これ乗ってくれ。信じますね。そんでここら辺に背中をつけていくぞ。こうですか。そうだそうだ、はい、行くぞ。おおおお、飛行機だよこれ。す、飛行機。自家用飛行機ってやつだこれ。すげえ。すげえだろこれ。すげえ。いやすげえ。でもローンが大変でさ、はい、もう何も買えなくなったよ。すごい。でこの奥に、ほらもう、ほらもうダメだって。ちょっとなんとかなんとかこっち見て。ほらもう今ちょっと、ほらもうなんで落ちんの今ので。ほらもう今ちょっと仕掛けがあんだって。早く戻ってきて、戻ってきて。止まらないんだって、この飛行機止まらないから。ほらもう早く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 、サバイバル、サバイバル、サバイバル。ガッチャ来ました。はい、びっくりしたよ。いや、びっくりした。今回2回もいなくなっちゃうかと思ったよ。いやー、こいつめあ、おー、あ、待って待って、間違えた間違えた間違えた。いやいやいや、降りてきて、降りてきて。ガッサン、よかったよかった、無事降りれたみたいだな。あんたなんてことしてくれるのよ。やべやべ、 TNT なんすか、 TNT。 TNT の場所をもうちょっと位置間違えたんだ。よかった、でも生きてて。いや、もう知りましたよ。ほら、回復さん。なかったことにしないでください。大丈夫だよ。よかった、ほら、こう生きてて。な、ほら、こう。はい。壊れてないよな。なんか、壊れてますよ。大丈夫だよ。実はな、こっちに、サンタの家があるんだよ。サンタ、サンタさん、そう、存在してるらしいんだ。え、サンタさんが。ちょっと待ってな、今ボロボロ補修してるから。よし、サンタさん見えてますよ、もう。あ、サンタさんだ。違う、待って、ボロボロ。大丈夫ですか、もしかしたら。おやおや、サンタさん、おやおや、大丈夫ですか。私の名前はサンタクロスケ、人を呼んでサンタクロースと言われています。サンタさん、さっきの爆撃に巻き込まれたんじゃないですか。私の家が今爆破されたようだが、お二方何か知っておるかね。わかんない。いや、無理がありますよ。まあ、たまたま爆破したんでしょう。納得するの。お二方はどうしてここにいらっしゃったんですか。結婚するんです。結婚するんです。お二方、それはおめでたい。そんな二人にとってもいいプレゼントがありますよ。おお、なんだろう。なんだ、こちらです。なんなんだろう。え、あの塔が見えますか。あの塔、え、あの塔の上に二人で行けたカップルは永遠に結ばれていると言われています。すごい。ただし一度ここでリスポーン。あれ、なんでリスポンするんすかこれ。こちらへお越しください。危険な匂いがするぞ。まずは殿方乗ってください。はい。そしてお姫様乗ってください。え、そしてここでカズさん、はい、モニターの電源を落としてください。はい。モニターの電源を落とす、落としてください。はい。あれ、後ろに乗っている方の情報だけで向こう岸にたどり着いてもらいたいなと。おお、余裕じゃないですか。余裕ですね。はい、分かれますわ。うん、さすがにまさかね、落ちるわけなんかないですよね。落ちないよ。それではお二方頑張ってください。はい、母さん、はい、もう少し前です。1、2、1、2、1、ストップ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 。おおおおおね、ね、さ、猿いる。カツさん、もうちょっとバック、バック。おお、ストップ。カツさん、左。あー、いいっすね、そのまままっすぐです。あ、ストップ、カツさん、危ない。あー、あ、うわ。
カッちゃん危ねぇカッちゃん、そのままちょっとバック、バックです。もう少しバック、あ、いいっすね。そのままカッさん、少し右に傾けれますか。あ、OK です、OK です、OK、うまい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 、ストップで。じゃあカッさん、もう少し前へ。あ、ありがとうございます。あ、いいっすね。カッさん、OK。あ、サブサブカッさん、失敗しました。ああやべえやべえやべえ、サンタの手、サンタ怖え、あいつやべえ、あいつやべえ。いや、あのサンタに内緒で、今のうちこっち来てくれ。はい、あいつのルールに付き合ってられねえよ。歩いていこうぜ。失敗した。ほら、こ気をつけろ、これちゃんと対策されてるよ、これ。えはっ、おっ、おー、ちゃんと出た、あ、押さないでください。はっ、ほっ、ほっ、ほっ、あー、あー、押しちゃった。あ、カツさん、カツさん、ズルしてません。うわ、ふわした。カツさん、なんとかこれだな、オラコ。はい、じゃあ行きますか。なんなんだろうな、あれ、なんか役所が立てそうな、なんか、でもハートがある、無駄に1000万で立ったみたいな、そんな感じの建物だな。なんだこれ。お、ここを踏むのじゃって書いてあるぞ。踏みますか。一緒に踏もうか。はい、3、2、1、はい、ぴょん、おー、お、え、雪が降ってきた、すげえ、なんだこれ、え、雪が、何起きたんだこれ、え、雪が、なんかディズニーのエンディングみたい。すごい。あ、あ、すげえ。あ、あ、なんか結構。待って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 。あれ。ここで告白したカップルは永遠に結ばれるサンタより。え？オラコ。はい。オラと結婚しよう。お願いします。え？なんだろう。キノコシチュー飲むといいのかな。ちょっと殴るね。ちょっと怖いんですけど。飲みました。以上でございまーす。ありがとうございます。さあ、二人で飛び立とう。あ、カッサ、エレトロ、エレトロ、あ。はい、ということで、ドズル&カズさんの、デートコース以上となります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、かなり超大作になりました。はい、ねえ、いやいやいや、これは想定以上の超大作になりました。いや、さすがだな。ドラマいっぱいありました ね、 ねチャリーン。はい、では続きまして、はい、2番手の方、マグリさん、行っちゃいましょう。オッケーオッケー、じゃあうちで。あの尺には勝てないっす。はいはい、我々で、ね、お願いいたします。俺たちも主張します。いや、もうしょうがない。流れだ。しょうがない。なんかいいの？なんで？何があったんすか？まずいな、まずいな。それでは、はい、オンリーマグニーさんペア、準備をお願いします。はい。では、オンリーマグニーさんペアのクリスマスデート、お願いします。あ、オラコちゃん。待った。オンリー、ちょっとここにチューバするのに手こずっちゃって。いやー、ありがとうオンリー。いや、ちょっと本当に今まで黙ってたことがあるんだ。え、何オンリー。やっぱかっこ見ればわかると思うけど、実は副業でサンタクロースしてたんだ。オンリーってもしかしてウーバーイーツみたいにサンタさんだったの。いや、もう絶対他には言わないでよ。いや、絶対に言わない。すごい、絶対言わないで。でも今日25日じゃん。あ、24日の夜じゃん。イブだね。さすがに忙しいんだよね。ちょっと手伝ってくんない？え、私もさすがに寒いと思うから、ちょっとこれを着るとね、もうあの多忙にも耐えられる屈強なサンタクロースになれるかな。じゃあ着るね。ありがとう。来てよしよしよし。おお、こうよしよし、乗って。はいはい。いや、後ろ見て、こんな感じで、まだ山ほどプレゼント残ってるから。めっちゃあるね。
今日はちょっと別にちょっとオラクちゃんには見せられないけど、いやちょっとごめんね、彼女に隠し事するなんて。いやいや、ちょっと一応ちょっと見せられないけど、ちょっとメモがあるから、それに沿ってプレゼント届けに行くから。うん、分かった。行くよ。はい。でまずはね、カズさんちかな。カズさんち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 。ちょ、一旦ちょっと走らせます。はい。ここが、あ、ついたかな、ついたかな。よし、ついた。あ、見えるね、ここから。ほら、あれがカズさんちだよ。カズさんち。あ、ほんとだ、カズさんちだ。いや、カズさんね、メモによるとトレ高が欲しいらしい。トレ高。カズさん、トレ高が欲しい。なんかトレ高っぽいもの入ってる、プレゼントボックスの中。これ TNT じゃない。あ、いやいや、ぴったりじゃん、ぴったりぴったり。カズさん TNT。次のあの配達先ちょっと探しとくから、家までちょっと届けに行ってきて。はい。じゃあこの TNT 持って行ったらいいの？そうそう、全部多分枕元か足元かに、うん、落としてあると思うから、そこに頼んだよ。はい。おお、カズさん寝てるのかな。ちょっとできるだけ静かにね。あ、分かった今サンタさん、あなたはサンタさんなの。あ、分かった分かった。じゃあちょっと行ってくるね。あ、いってらっしゃい。あ、カズさんがいた、寝てる。カズ寝てる寝てる寝てる。ヒカキバレないよね。ヒカキやばいやばい、オンリーまずいよ。なんて書いてある？ヒカくん、ヒカキンくんと友達やぞって書いてある。いや、いいの？いや、それ多分プレゼントよこせって意味だと思うから。そういうこと。プレゼント持ってきた。あ、そういうことか。じゃあどこだ？どこ？あ、このチェストの中に絶対泣けるなよって書いてるよ、これ。え、もうしょうがない、奥底ないなら。よし。そこにしか。オッケーオッケーオッケー。じゃあカズさん。はい。はい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 。よしよしよし。あ、来た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 。オンリー。いや、そう、こういうこともあろうかとその服を着てるんだよ。大丈夫、今のは夢だから。そうそう、夢。いや、夢だ。まだ働かないといけない。あ、でも、俺カズさん違う。これだけの代償だったらば。これにはカズさんもにっこりだね。にっこりにっこり。次行くよ、次。次の配達たちまだいっぱいあるんだから。行こう行こう。行こう行こう行こう。はい、ああ、そうね。次は、次、ボンさんち行こう、ボンさんち。こっから近いから。ボンさんち。ボンさんち、ボンさんち。ボンさんち。ボンさんち。40過ぎてまだね、ブレイジットねだるから。何が欲しいの？ 40 過ぎたら何が欲しいんだろう。ちょ、一旦ちょっと走らせるよ。はい。うん。お、なんだろうな。はい。ついた？ついたかな？はい、ボンさんち。あ、あれボンさんちだね。どれどれ？あ、あれね。あっちね。あ、ボンさんちだ。わかりやすい。よし。じゃあちょっと、え、ボンさん。いや、ボンさんちょっとメモに何が欲しいって書いてないわ。なんか、それっぽいものある子、なんか。あ、お金だ。お金か。いや、これ誰でも喜ぶわ、これは。さすがに誰でも喜ぶわ、これは。いや、もう、持ってっちゃう、これ。え、いいの？逆にびっくりしない、うん、お金が入ってたら。いやいやいや、ボンさん多分増えたところであんまり変わらないから気づかない、多分多すぎて。あ、なるほど。そう、うん、よし。一つ桁が増えても気づかないから、ボンさん。分かった。え、じゃあこれ、ちょっといいよ、ちょっとまた一人で行かせてごめんね。ちょっと気をつけて。いや、もう気をつける。さっきバレる寸前になったから。あ、確かに確かに。じゃあここからも静かに行く。あ、静かに静かに。よしよしよし。いや、ま、分かんない、もしかしたらまだ起きてるかも。あ、確かにボンさん夜型だから起きてるか。覗いて覗いて。ボンさん寝てる。寝てる。爆睡だ。よし。ほっほっほっ。ん？なんだこれ。なんだって。サンタさんへ彼女が欲しい、お願いって書いてある。メモにはなかったけど、本当は持ってるんだな。これ、この金ブロック入れた方がいい。金ブロック一旦入れよう。オッケー。土ブロックも入れてこ。はい。あ。え、ちょっと右クリックって書いてあるじゃん。ちょっと右クリックって言ってみて。え、大丈夫これ。行くよ。はい。あ、逃げてきて、逃げてきて、早く。
バレちゃう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 今女の匂いがするって女の匂いがするって言ってたよ。いやダメだって。いやこんなクリスマスにこんな出来事あると毎年クリスマス楽しみになっちゃうじゃんボンさん。いやこいやもうちょっと早く早くちょっともう確認する前に次でよ次の目的地は次また麺の家が近いから麺の家麺の家麺麺麺麺麺麺麺あ、届いたかな。麺の家麺の家はあれか麺の家あった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 あれが麺の家か。麺の家麺も確認するわ。なんだ急お肉か。いやわかんない。いやでもちょっとポケカかポケカポケカじゃねポケカポケカちょっと今言われても変更できないかもしれない。ちょっとジェスト確認してみて。はいブロッコリー麺ってブロッコリー好きなの。いやちょっと用意した人が用意したからこれちょっと責任問われてもしょうがない。ブロッコリーあげよう。これあげ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 初めて知ったよ。いやいやブロッコリーと鶏肉よく食ってるらしいよ。ああなるほど筋トレ用のねブロッコリー。よしよし麺この時間起きてないかな。いやわかんない。クリスマスぐらい寝てんじゃない。ああ爆睡してる。爆睡してる。爆睡してたら起きないからいいよ。上がって。はいお邪魔します。いやお邪魔します。いいのよ。やばい本人危険だよここ絶対危険絶対危険なの。やばいよこれ。なんかバクセロリア充って書いてあるこれ。いや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 そんな掛け軸にするぐらい思ってんのかそれ。ちょっと一旦もうあの決まっちゃって。あと他なんか書いてない。あ他ね他はあなんか右クリックとか書いてない。いや書いてるけどこれ書いてる書いてる書いてる。まあちょっと正面に立ってクリックするだな。じゃちょっとブロッコリーまず入れとくね。ブロッコリーちゃんとブロッコリー渡すのがね役割だからサンタさんの。よしえこれ大丈夫かな。じゃあ行くよ。行っちゃって行っちゃって行っちゃって。はい。あ、あれ何も起きない。あ、あれ。お前。お前。お前。な、何が起きたの？下からマグマが出てきたよ。あ、いやいや。気のせいだよ。大丈夫。いや。まあ、そこをして生きてるでしょ。サンタさんの防具のおかげだから。ああ。いや、サンタさんこういう過酷な仕事してるのよ。いや、大変だね。本当毎年24日会えなくてごめん。いや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 。なるほどね。ちょっともう時間がない。日付が変わっちゃう。ちょっとメモ確認するわ。あ、最後。あ、最後、辰巳先生。最後、辰巳先生。辰巳先生先生もクリスマスプレゼント欲しいの？え、わかんない。いや、ボンさんが欲しいなら欲しいんじゃない。あいや、いつまでも子供心忘れないって意味だと思うよ。行こう。なるほど。行こう。あ、さあ、来た。あれ？先生、あ、正面かなあれは。ああ。あ、先生いいとこ住んでんな。すごい。先生は？何これ？あ、いやぽいわぽい。デバッグ棒。デバッグ棒。デバッグ棒が入ってる。先生何本あってもいいですからねって言ってたわ。先生デバッグ棒が欲しいの？ここ最後だからちょっともう一緒に行くか。うん。あいて。いた。はい。先生は、いや先生お子さんいるし寝るの早いんじゃない。ああ確かに確かに。どう寝てる先生。あ寝てる寝てる。あ寝てる寝てる。寝ちゃっていいかな。あれなんて書いてる。キャンプ場が欲しいですってキャンプ場か。キャンプ場あんたにはどうにもできないな。やっぱメモに書いてないだけあるわ。欲しがる規模が違うわ、やっぱ。キャンプ場ってすごいね。いや、ここはやっぱそっとしておこう。よし。すいません。今日はいろいろ連れ回してごめんね。いやいや、全部楽しかったよ。よし。じゃあちょっと最後に見せたいものがあるんだ。なになに？あ！なにこれ？いや、本当に、つい5分前ぐらいにハート型のスカイツリー見たかもしれないけど。うん、いやこれも同じようにね2人で鳴らすと一生結ばれるって言うんだよ。本当に一緒に鳴らしてくれる。一緒に鳴らそう。いくよ。はい
せーの。ほい。うわぁ、ならない。なった以上でーす。以上でーす。ありがとうございます。おお、素晴らしい。いや、素晴らしい。かなり完成度高かったですね。素晴らしいな。チャリーン、いきますか。いやー、1時間で作ったとは思えない超大作が。うん、すごいですね。すごいですね。マグニーさんもサンドだ。マグニーさん、ほんと、建築だけもみんなで2人でやって。そう、全然アドリブなんだ。アドリブなんだ、すげえ。それでは、ボンジュールさんと大原麺のクリスマスデートコース、お願いします。オラコちゃーん、ボンジュールさん、お待たせ、アロコちゃん。あ、なんか、今日、何の格好ですか、それ。今日はクリスマスだよ。あ、なんか、アロコちゃん、今日、いろいろあって大変だったね。いやでも大丈夫。はい。今回は、すごくハートフルだよ。ハートフル、本当に、ハートフルな、すごく平和なクリスマスにしよう、今日は。はい。アロコちゃん、寒いだろうから、ここに、靴あるから履いて。ありがとう。うん、これは立浪ポイント。何立浪ポイント？大丈夫、こっちの話だから。大丈夫、こっちの話だから。こっちの話だから大丈夫。分かった。今日クリスマスでしょ。僕はオラコちゃんが欲しいもの、好きなもの全部知ってる。当ててあげよっか。うん。オラコちゃんが好きなものは、子供たちの笑顔。違う？ハートフル。違う？めっちゃハートフル。そうだよ。そうでしょ？ハートフルな。そうでしょ、オラコちゃん。じゃあ、オラコちゃん。いい話だな。ここに乗って。ここに？分かった。はい。わあ！え、何これ？上に上がって。ああ！おお！オラコちゃん。難しい。上がって。あ、はい。今日は、オラコちゃんに、サンタクロースになってもらいまーす。おお、え、私サンタさんになれるの？そう、今日はオラカちゃんサンタさんになってもらうよ。はい。あー、分かってるね。どうぞ。しました。分かってるね、オラカちゃん。じゃあオラコちゃんはそこのソリに乗って、みんな子供たちの家にプレゼントを配るんだけど。はい。でもこれじゃいけないよね。いや、落ちてしまいます。うん、だからちょっと待って。はい。僕が危ないことは、ちょっと待って。もう一回、ここはもう一回チャレンジさせて。よいしょ。危ないことは、僕がやるから大丈夫。おらこちゃんは安心して、この橋を渡って、ソリに乗って、やってきて。はい。うん。来れるよね、おらこちゃん。はい、来れるよね。よいしょ、はい、いいね、うまい。よし、来ました。じゃあ、プレゼント配りに行くから。はい。まだ乗ったままで大丈夫だよ。あ、はい。よいしょ。僕は橋作るから、おらこちゃんは。はい、はい、よいしょ。あ、待って、バックよいしょ。おいよ。ここまで来て。はい。いい。あ、まじ。あ、死にもせず。ちょっと待って。あれ。あ、面と仲良い後は頼んだ。何？え？怖い。え？何？トナカイさん。ちょ、便利な怖すぎる。あれ、ボンジュールさんどこ行ったの？ボンジュールさん。ちょっと待ってね。ボンジュールさん。よしよし、ロコちゃんここまで来たね。はい。じゃあここに来て、立って。はい、立って。そこのチェストにプレゼント入ってるよ。はい。子供たちの。あ、プレゼントある。そう、そっから、下に家見える？この下に家見る？下に、あ、あれ？そう、あそこの、
煙突の、ほら、面と中がいる。面と中。こっち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 。あ、いたいたいた。あそこの煙突の中にそのプレゼントを投げ込んで。わかった。はげ。行くよ。あ、プレゼント、あ、そんなないそんなないないで、いろんないっぱい家たくさんあるから、そんなないそんなない。大丈夫大丈夫、足りるか足りるか足りるか、まあまあサービス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 、じゃじゃ次の次の家行く、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 分かった分かった、これたくさん家だからよしよしよ、いいよいいよいいよ、よろこちゃん、じゃ次の家プレゼント投げて、どこ、あ、これね、はい、ナイス、なんか降ってきたな、ちょっと恩知らずなガキだね、行くよ次の家。あ、だバックだとバックだと通ってくる。ボンジュールさん。何？子供たちにお知らずとかそんなこと言っちゃダメですよ。子供たちの笑顔、子供たちの笑顔いいね。そうですそうです。びっくりしました一瞬。本当に。サンタさんの裏の顔が見えた気がして。そんなことないよ。子供たちの笑顔のためだよこれは。いやガキって言ってたけどね。さあ、オラコちゃん、次はこっちだよ。はい。よいしょ。あ、見て。あれ？大変だ。大変だ。煙突からプレゼントあげようにも。燃えてしまう。暖炉の火が燃えちゃう。これじゃプレゼントが燃えちゃうよ。どうしよう。オラコちゃん、後ろのチェスト見て。はい。弓矢だ。こんなんか弓矢あるでしょ？はい。あそこのクリスマスツリーの的に当てたら、暖炉の火が消えるような気がするぞ。そんなことある？あるのよ。オラコちゃん、あそこ当てて。あの。じゃ邪魔かあいつが。あの下に。あの下に当てた。あの人当てないのに、面と中に当てないのに。分かった。分かった。気になって仕方ないよ、あの。あ、ほら。暖炉の。まあ、火があれだけど、気にしないで。よし、じゃあプレゼントあげるんだ。指じゃ、まあまあ、欲しかったゲームじゃないよ、それ。いや、もしかしてこれをあこれを使います、これ使えばいいのか、これ使えばいいのよしよし、行こうラコちゃん、それはプレゼントだよ、これでいこう、プレゼントだよ、これでいこうプレゼントだよ、あごめん、面と長いがいや、もうちょいさせる、プレゼント、雪くれたプレゼント、まあ大丈夫、これプレゼントだけ、これ雪溶けたら下に落っこちてみんなにねプレゼント開けられるようになるから。なるほど。そう、次こっちだよ。よいしょ。よし、この家だよ。この家？うん。よし、じゃあ行くね。はい。え？あ、なんか撃たれた。撃たれた。なんか撃たれた。なんだ今の。今事故はつきもの、だから。よーし、ほら、あと少しだよ。あと少し。あ、ソリ忘れない。あ、ソリ忘れない。それ大変なこと。サンタなんだから、サンタの自覚持って。サンタ。自覚持って。ごめんなさい。遊びじゃないよ、遊びじゃ。遊びじゃないんだよ。よいしょ。仕事なんだ。よいしょ。急いで。あ、もういいや、もういいや。え？もういいや。ちょっと、ボンジュールさん、めんどくさくなってきてますね。大丈夫。よし。何ですかこれ。さあ、オラコちゃん、あそこに、はい、家があるでしょ、あそこにプレゼントあげて、あ、はい、行きまーす、ぽい、うわっ、あー、下にいたな、下にいたな、頭当たった、当たりました、まあ、まあ、でも喜んでるみたいだから、よかった、え、喜んでるの、喜んでた、よーし、じゃあオラコちゃん、はい、あと一軒だよ。あと一軒。楽しかったね。最後の家だよ。こっちだよ。最後の家。よいしょ。
れあの家ん、あれあの家なんか見たことがある顔が、うん、あれ来てみればわかる、来てみれば、いや、うん、いや、あれこの家ってもしかしてボンジュールさんの家ですか。はい、最後のプレゼント、最後はオラコちゃん、はい、このソリのまま一緒に下に行くよ。え、どうやって乗るのこれ。あ、乗れねえわ、二人、二人乗りできねえ。ちょっと待って、ちょっと一旦、二人乗りできなかった、これ。一旦。あ、これ、なんだ、邪魔だな。あ、じゃあここに乗っとくよ。邪魔だな、これ。まあいいや。じゃあ俺、先に降りてるから。はい。ほら、おばちゃん、後からそれで降りてきてね。あ、わかった。最後の家、プレゼント届けるよ。はい。ヤフー。よし、行きます。あれあれおじさん、あれ、おらこちゃん、おじさん、おらこちゃん、おじさん、失敗した、失敗しました。まあいいや、まあ、煙突から入ってきて。あ、わかりました。いいのかな、プレゼント積んでる。いっぱい、よいしょ、はい、あ、トナカイさん、あ、わかりました、はい、よし、おらこちゃん、はい、ここは、最後はオラコちゃんへのプレゼントがあります。オラコちゃん、ペットが欲しいって言ってたよね。あ、なんで知ってるんですか。オラコちゃんのためにペット用意したよ。はい、じゃあオラコちゃん、そのドアの向こうにプレゼントあるから受け取って。はい、はい、あ、違う、こっちじゃないの。違う、こっちじゃないの。こっちじゃない、こっちはまだ準備ができてないの。な、持ってトナカイさんが、トナカイさん、今トナカイさんが準備してくれるから。ああ、わかりました。待っておきます。え、何できた。じゃあオラコちゃん、はい、僕のプレゼント受け取って。はい、行きます。何、え、ちょっと待ってください。何、オラコちゃん、何、今ペットが欲しいって言ってたじゃない。いや、ちょっと待って、今何か、なんか大丈夫だよ、怖がらないで、大丈夫で、大丈夫、もう懐いてるから大丈夫。懐いてる。さあ行って、オラコちゃん。はい、え、オラコちゃんが欲しがってたペットだよ。いや、ちょっと待って、吠えてるよ。痛い。なんやこれ。メリークリスマス、お疲れ様でした。ありがとうございました。いい落ち着いたな、すごいな、めちゃくちゃ働かされて最後食われるっていう、うん、働かされガチっすね今日ね。かなりオラコちゃん今日、かなり働かされてますが、働いたね。いや、それでは、オラコちゃん、そして皆様、そして審査員の辰波先生、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。では、今回は、このデートのキュンキュンポイントを、オラコちゃんに、はい、そして、全体の審査員を、辰波先生にお願いしたいと思いますので、それでは、審査の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ集計してまいります。はい、少々お時間ください。お願いします。チャリーン。それでは、皆様、審査員の皆様の、審査が終わりましたので、それでは今回はオラコちゃんから点数発表をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあではまず初めに、トズルさん、カズさんチームからさ、お願いします。はい、まずカズさんに何をされるかわからないドキドキ感。そして目つぶっての2人の冒頭渡り、あれも良かったです。ありがとうございます。そしていつもと違う飛行機の景色、これも最高でした。そして最後、雪を降るシチュエーション、あれもロマンあふれてドキドキしました。やった。はい、合計得点は40点。おーやった。よし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 。ただちょっと
サイコパワーが溢れてちょっと怖かった面もあったね。そこは限定させてもらいました。あーちょっと逆のドキドキがカズさん、はい、そっかやっぱ限定でしたね。そうですね、はい、待ち合わせからもうちょっと優しくしてくれたらキュキュしたかもです。もっともすぎる。もっともすぎるな。お腹空かせるからってね。じゃあ続いてボンさん大原面チーム、はい、まずはじめに靴を用意してくれる優しさ、そして子供たちの喜ぶ姿を考えるという優しさ、そして道を作ってくれるボンさんの優しさ、そして鹿面の対応力の凄さ。鹿面ここに緊急しました。え、ボンさんチーム40点おーおー、競ってる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 、横並び横並び。最後オンリーマグニーさんチーム、まずいきなり彼女に秘密にしていた秘密を打ち明けてくれるこのドキドキ感、ここにキュンキュンしました。でまさかのサンタさんという事実で、そしていろんな家を訪問していく中で数々の人の人に合ったシチュエーションに何が起きるかというドキドキ感でキュンキュンしました。そして最後の鐘を鳴らす仕草、一番ドキドキしました。おあんじゃない、オンリーマグニーさんチーム45ポイントです。おお、まあ、まだこれからですよ。はいはいはい、そうだね、はいはい、本番はね、本番は TP が一番ね。あとはよろしくお願いします。じゃあ田澤先生よろしくお願いします。はい、わかりました。それでは発表させていただきます。お願いします。はい、第3位から第3位発表させていただきます。今回ですね、得点配分は建築クオリティが20点満点、脚本が10点満点、はい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 、休憩場所やお食事所5点加算出た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 休憩場所、化粧室5点加算化粧室化粧室化粧室すごい、プレゼント5点加算おお、ありました。今回前回のキュンキュンチャレンジの時にですね、出てきた記念撮影のスポットがあればいいですねっていうリクエストがありましたので、今回記念撮影スポットで5点加算。なるほどね、なるほど、なるほど。以上後50点満点ということでございます。はいはい、はい、それではまず私の得点の方の、合計点ですね、はい、はい、第3位からいかせていただきます。第3位はボンジュール大原面チームでございます。このチームはですね、建築クオリティ15点、脚本は10点、そしてプレゼントが5点ということで40点でございます。はい、でまだまだここで決まりません。まだ決まりません。まだ分かりません。ここ私の得点の第3位ですからね。はい、では続きまして、私の得点の第2位ですね。はい、はい、私の得点の第2位を発表させていただきます。私の得点の第2位はドズルさんカズさんチームです。はい、はい、得点は、はいはい、建築クオリティが20点満点中15点、はい、はい、で、脚本は10点、休憩場所ありましたね。ありました、はい、ありますあります。椅子がありました、はい、ありました、はい、で、記念撮影スポットありましたね。ありました、牛子ありましたね。ドズルさんもありましたね。はい、あと化粧室ありましたね。ありました、し放題の化粧室がありましたね。ありましたありました、はい、しかもプレゼントもちゃんとウシントンホテルのケーキがございました。ということで、はい、加算ポイントは20点満点で、全て持ってっております。おーおー、はい、ということでこの時点で、1,2,3,4,45点。おー、おー、でかい。はい、続きまして私の得点の第1位部分なんですけども、オンリーさんマグニーさんチームなんですが、建築クオリティ20点満点でございます。本当にお見事でございました。やったー、使ってましたね。はい、で脚本も10点満点でございます。おー、加算ポイントが記念撮影のスポット
ありましたね。あの私的にはあの友達やぞって書いてるところがあのすごい印象的に残っておりましたけれども、あれは結構記念撮影のスポットになるではないかと思います。ね、そしてですね、まあ、プレゼントもね、すごいたくさん一番プレゼントが具体的に用意されていたと。確かにね。まあオラコちゃんにもちゃんと服が準備されていて、他の皆さんにもちゃんとプレゼントが具体的な名称でお金とか、取れ高とかで準備されていたということで5点加算させていただきました。そしてここからなんですけれども、今回ですね要素が非常に多かったので、確かに、あとストーリーも長かったので、加算と加点と減点をそれぞれさせていただきました。おお、スペシャル、スペシャル加点。はい、来るぞ来るぞ来るぞ、これ加算ありますよ優勝。まずですね、加算の部分から発表したいと思います。はい、まだ増えるのか。はい、ありがとうございます。デバッグ棒をいただきました。やだ、それ賄賂じゃないですか。賄賂。このストーリーの中に私を登場させていただけたということで非常に絶対に欲しいと思いました。終わったからね。そしてもう一部加算でございます。加算。意外とサンタさんの芝居が良かったですね。ドズルさん、あー、やったー、加算させていただきます。おー、サンタクロスケ、うんうん、来た、はい、笑うセールスマンでしょあれ。いや違います、ポッポッポッポ言ってた。違います違います。さあ、皆さん喜んでおりますけれども、ここからですね、減点もさせていただきます。やだやだ。残念ながら肉がもらえていないのは私もでございます。あれあれ、私登場させていただきませんでした。減算させていただきました。いたでじゃ。そしてもう一つ、飛行機の整備不良はちょっといただけませんマジか。減算させていただきましたということで、ドズルさんカズさんチームは加算ポイントが5ポイント、そして減算ポイントが5ポイント、さらにオンリーさんバグニーさんチームが加算ポイントが5ポイント以上で、私の得点はドズルさんカズさんチームが40点、ボンジュールさん大原メンさんチームが30点、オンリーさんマグニーさんチームが45点ということで、合計点でこれから順位を発表させていただきます。はい、第3位合計点70点でビジネスサンタ、ボンジュールさん大原メンさんチームでーす。はい、さよなら。ビジネスサンタだったの。ありがとうございました。ビジネスだったな。なんかね、毒づいてましたね、子供。子供たちの笑顔、笑顔よね。笑顔。なんか、あ、ボンさんって意外と女性にはああいう対応するんだなっていうの。いや、しないしないしない。続きまして、第2位。裏側がね。第2位を発表させていただきます。合計得点80ポイントで、狂気のサンタ、ドズルさんカズさんチームでーす。ありがとうございます。はい、ドーン。タイトルが第1位は合計点数90点、お見事でございました、オリーさんマグニーさんチームの副業でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやそれぞれのメンバーの皆さんのサンタクロースに対してのなんかイメージが見て取れましたね今回はね。いやでもカラーが出てて面白かったですね。出てたね。はい、うん、結構同じ題材というか、みんな、サンタクロースを使った、デートコースということで、やりましたけれども、今回ちょっと結論として私気づいたことありまして、ドズルさんいいですか。はい、どうしました。あのいつもですね最下位になってるのがボンさんとマグニーさんなんですよ。確かに確かに、はい、で今回のマグニーさんのいるチームが1位取ってるんですよね。はいはい、ってことはってことはお気づきになられましたか。お気づきになられました。いやでも良かったですけどね、ボンさんの、うん、いや面白かったですね。面白かった、はい、あれあれ面知らずのガキがいかん。面知らずのガキがねちょっとあれがかなりあれがステリフじゃんあったもん、ね、いや出ちゃったな。出ちゃった認めてるじゃん、もう認めてるじゃないですか。はい、というところで今度小学校行きましょう。子供とね、はい、そうだね、本当だ本当だ。
というところで、じゃあ今回のクリスマスデート選手権こんな感じで、終わりたいと思います。今回も審査員に辰波先生、そしてオラコちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。